はい、吉田勤です。今日は青森県の津軽市にやってきました。津軽平野のど真ん中にあります。そしてここは何のどんな町かと言いますと、メロンで有名なところです。私はつい最近まで知らなかったんですが、こちらの津軽市の方に、東京事務所の方に教えてもらった次第です。一度行ってみたいなということで、今日は津軽市にやってまいりました。その津軽市といえば、このメロンで産地で有名ということですので、農家さんをお尋ねしたんですが、新岡さんとおっしゃいます。新岡さんにこのメロンのことをお話をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、津軽市のメロンというのは、まあ、30年ぐらい前から、30年、もうちょっとなるのかな、うん、最初はスイカだったんですけども、ヨブザンスイカで有名で、その後こうだんだん資材が、被覆資材とかそういうのが良くなってきて、でメロン、まあ、これ見たように露地メロンというんですけども、一応ビニールを被覆して作ってます。だいたいこの作型で7月下旬から9月上旬ぐらいまで露地メロンというのがありまして、じゃあ今日食べるわけじゃないってことですか。そうです、まだ作型として順番にこう、はい、1ヶ月以上こう定食して収穫も段階的に収穫しているということです。でハウスメロンはまあ一応そっちの方にあるんですけども、これも作型によって3月下旬から4月上旬に作付けしまして、で今ちょうど収穫、これは4月の5日ぐらいに定食したやつが、昨日から収穫しだしています。で、まあ、1週間ぐらいでだいたいハウス6棟割っていう、あ、もうそんなにまとめてこう出してしまうわけですね。うん、メロンの場合は置いておけませんから、はい、もうつる抜けちゃったり黄色くなっちゃったり、まあ、これも関連者かけてますけども、一番まあ日光が高い時期なんで、はい、焼けちゃうんですよね。そんな感じです。そういうことで津川市の枝の第3位の